ごく妊娠は嬉しいんですけど、初期はやっぱりあんまり人に話すこともできないじゃないですか。なので一人で抱え込んじゃって漠然となんですよね。何が不安なのかもわからないし、どうなってるのかもわからないし、ちゃんとママになれるかなっていう夜も眠れず、なんか結構インターネットとかで検索し始めちゃったらもうどんどん不安になっていってしまって突然夜泣いちゃったりとか、不安で破水しちゃったどうしようとか、陣痛の時に自分が耐えられるのか、出血の途中であったりして結構安静期間が長かったんですね。その前に流産を何回かしていたので持つのかなっていう子宮頸がんの手術もしてるんですけど、年齢も年齢だったんで結構ずっとちゃんと喜べなかった。不安のが大きくって、やっぱりエコーの写真とかあったりするんで赤ちゃんの形とかになってくるじゃないですか。なんで一応話しかけて頑張って頑張ってばっか言ってたかもしれない。大丈夫だよって、僕はここに元気にいるから、力強く生きてるよっていうようなメッセージをもらったような気がします。気持ちいいよってこの中はっていう感じで言ってもらえてるのかなっていう柔らかい気持ちになりました。ちゃんと生きてるなっていうのもそうだし、優しいメロディーだったので、自分目線でしか考えてこなかったんですけど、この音楽を聴くことでその海底から見た世界というか、そういうものが見れた気がします。私も赤ちゃんのこと愛してるのと同じぐらい私も愛されてるっていう気持ちになりました。私が必要なんだ、守らなきゃっていう気持ちがもっと強くなりました。どんどんこんななんか強い心臓の音、一生懸命動かしてちっちゃいのに頑張って頑張って出てこようとしてるんだなっていうのをすごくなんか愛しいというか、頑張ってる。二人で頑張ります。